はっとりりょういち、はっとりりょういち、はっと1907年10月1日から1993年1月30日は、日本の作曲家、編曲家、また作詞家として、村紫正夫の名がある。大阪府大阪市東住吉区、現、平野区出身、天皇寺区出生。ジャズで、音楽感性を磨いた和製ポップス誌における重要な、 音楽家の一人である。大阪市天王寺区玉造で出生。土人形師の父久義と母、末の間に生まれた。芸語と好きの家族の影響で郷土の民謡である、公衆音度や河内音度を、子守歌代わりに育つ。小学生の頃から音楽の才能を発揮したが、学校を卒業後は商人になるためと、 昼は働き夜は大阪市立実践商業学校に通うという日々を送る。姉の勧めで好きな音楽をやりながら給金がもらえる千日前の出雲屋少年音楽隊に一番の成績で入隊する。しかしその2年後に第一次大戦後の不景気もあって音楽隊は解散してしまう。なお当初は大声を担当したが粗悪な楽器で満足に音が出ずサックスと フルートに転校してから著しく進歩見せたと、後に10回している。学生時代の同級生に、安井カオルがいた。1926年に、ラジオ放送用に結成された、大阪フィルハーモニックオーケストラに入団。第二フルートを担当、ここで指揮者を務めていた、亡命ウクライナ人の音楽家、エマヌエル・メッテルに見出され、メッテルから4年にわたって、音楽理論、作曲、 四季の指導を受ける。ちなみにこの頃、朝日奈隆もメッテルから指導を受けている。オーケストラの傍らジャズ喫茶でピアノを弾いていた。1929年頃、国家レコードでサクソフォーンと編曲を担当、太平レコードの専属となった。1931年頃には大阪コロンビアで街頭演歌手出身の作曲家鳥取春陽のジャズ演歌の編曲の仕事をした。 1932年、当時のヒット曲、酒は涙かため息か、藤山一郎を表説したような、酒は涙よため息よ、歌は黒田進子と、くすもをしなる曲を太平の指示で書かされるが、こういった仕事をすることに嫌気がさし、1933年2月、ディックミネの助言もあり、上京して、菊池博がリーダーを務める人形町のダンスホール、ユニオンの、 バンドリーダーにサクソフォン奏者して加わった。翌1934年2月、東京進出を図った日東レコードの音楽監督に就任した。1936年コロンビアの専属作曲家となった。入社第1回の作品が同年に1月23日吹き込みの、阿波やの子が歌う、おしゃれ娘で当時最先端の音楽であった。 スイングジャズのイデオムをふんだん取り込んだ斬新な作品であった。1937年3月吹き込みによる、あわやのりこ、別れのブルースは、黒人ブルースをベースにした作品で、妖艶なソプラノで、昭和モダンの哀愁を歌うあわやが、服部の意向組アルトの音域で歌い、何理文雄に認められて、一流の作曲家の仲間入りを果たす。 その後ジャズのフィーリングを生かした和製ブルース、単語など一連の和製ポピュラーものを提供。代表作としては、あわやの、雨のブルース、霧島登る、渡辺浜子の、蘇州夜曲、中野忠春の、チャイナ単語、モダンの余韻を残す霧島の、一杯のコーヒーから、高峰美恵子が歌った感傷的なブルース調の、湖畔の宿、基地に、飛んだコロンビア中野リズムボーイズの、 山寺のお正さん、渡辺の、いとし、あの星など、いずれも、大ヒットし、ハットリメロディーの黄金時代を迎えた。だが、太平洋戦争が始まるとハットリが手掛ける、ジャズ音楽は、適正音楽として排除された。そんな中、1942年に、渡辺浜子の、風は海、海から、1943年に、リコーランの、私のウグイスなどの歌曲を発表し、 軍会式の中で数少ない叙情性あふれる作風が評価された。1944年上海に渡り、これは軍歌作曲の依頼から逃げるためだったという説があるジャズの活動の場を求めた。上海バンスキングの作者の斉藤蓮はハットリに取材して同作を書き上げた。リコーランと上海公共楽団と共に野来校をシンフォニックジャズにした。 やらいこ幻想曲を発表。上海公共楽団では、クラシックの指揮も行い、ロッシーに作曲、ウィリアム・テル除曲で、エディションの違いによるメロディーの相違について、イタリア人、イングリッシュホルン奏者、かつて、アルトゥーロ・トスカニーニのもとで演奏したと論争になったことを、後に、自伝、僕の音楽人生で語っている。この奏者の名前は語られていないが、在籍年次からして、 ジラデロじゃイラダロではないかと思われる。第二次世界大戦後は、コロンビアを中心に、旺盛な作曲活動を行い、戦前に実験済みだった武器のリズムを取り入れ、工場のガツ武器を編曲、笠木静子との提携で、東京武器武器、平平武器、戦後のプロ野球ブームを歌った、ホームラン武器、大阪弁をモチーフにしたラップの原型と評価される。 買い物武器などの武器ウイの名曲をヒットさせた。この他主要な作品には、藤山一郎、奈良三枝による、青い山脈、二葉明子が歌った、夜のプラットフォーム、1939年に、あわやが吹き込んだが、出生兵士の指揮を削ぐという理由で、発禁処分、霧島昇るが歌った、夢去りぬ、胸の振り子、大見年夫と、二葉明子による単語帳の、黒いパイプ。 ビクターでは、ハイダ・カツヒコが歌った、東京の屋根の下、一丸のシャミセンブギウニなどがある。また詩人としての才能も発揮し、前日の買い物ブギや銀座セレナーデなどを、村雨正を名義で発表しヒットさせたが、終生この名を使った。その後も流行歌作品、還元楽曲、声楽曲などの創作を精力的に続ける傍ら、 本レコード大賞の創設にも尽力するなど日本のミュージックシーンの発展に尽くし、1969年に死樹法賞を受賞。その後、君三頭随報賞も受賞。1993年1月30日、呼吸不全のため85歳で死去。死後、作曲家としては、小賀正夫に次いで二人目の国民栄誉賞が授与された。2007年12月30日、 第49回日本レコード大賞にて特別賞を受賞した。息子に作曲家の服部ト久と俳優の服部、トリ・孫に服部トリ・タ久の長男、バレエダンサーの服部有リ・アリの息子、早々にバイオリニストの服部萌リ・モネがいる。歌手で宝塚歌劇団出身の服部富子は妹。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。